ですね、今日の題目はですね、上にある題目と違うんですけども、これは全く僕の手落ちでありましてですね、おとといですね、一つ基調講演というのをやってて、でうちのセンターでやってきたことをですね、まとめるような仕事と、これと同時にやってて、それが重なってきたんですね、途中で。で、ごちゃになってしまって、どうなったということなんですけども、こっちの方はですね、まあ、わりかし個人的な研究歴についてですね、お話をさせていただいたらありがたいなと思ってます。今からパワーポイントを使いますけどもですね、若干かかっている分と違ってますけども、それは勘弁してください。見直すたびにですね、増えていったりですね、変えていったりしたものですから、こうなったということで。でこれがですね、研究歴であります。で、僕はこの前にですね、鳥取県での米子市というところで19年の生活をしたんですけども、この頃なんか鳥取県が随分バカにされてましてですね、山名さんがいますけども、鳥取県のハワイ町と一緒にですね、なんかこう鳥取砂丘で一電話で残業な話になってて、どういうイメージなんやって、ハワイ町と一緒になんか鳥取県全体がバカにされてるような感じがありますけども、とにかく鳥取県で19年間暮らして、そこから大阪大学に入ったんですね。でこれは文学部から文学研究科に行って、その講座はですね、この講座は、教育哲学教育史という講座でありまして、森明先生という教授の先生と、それから岡田敦美という助教授の先生がおられました。で岡田敦美先生というのがですね、実はこのセンターの初代のセンター長でありまして、でその加減で僕は来たということになります。で、この時代のですね、要は教育哲学関係の後輩とか先輩とかがですね、今日は来ていただいているということになります。で、愛媛大学の時代がその後に続くわけですけども、これはですね、とてもですね、いい環境でですね、随分いろんな仕事ができました。それから人に恵まれたということもですね、あって、スタッフも良かったし、学生も良かったですね、僕は随分得をさせてもらいました。もう本もたくさん読めましたし、仕事もよくできた。それから何よりですね、自治体の現場とですね、随分つながりをつけることができて、その時にですね、力になったのはこの3つでありまして、そこにフマニタスの会と、それから愛媛心理情報研究会というのと、教育近代教育組織研究会という3つ並べてますけれども、これがですね、僕を随分支えてくれたと思ってます。で大阪大学の時代にですね、森明先生が病気で亡くなりまして、その遺書をですね、要は口述筆記するっていう形でですね、見取ったわけですね。でその後ですね、森先生のですね、中断した仕事をですね、どうするかっていう話になってて、でそれを岡田敦美先生がですね、中心になって、フマニタスの会というのをやってくれて、でそれが森先生の仕事を継ぐっていうですね、役割をしたって僕は思ってまして、でそれで全部救われたのがフマニタスの会であります。でもあと一つはですね、僕は精神分析やってましたもんで、精神分析の研究をやろうと思ってたもんだから、愛媛心理療法研究会っていうですね、研究会がありまして、これがですね、随分今度は枠を広げてくれました。でいろんな具体的なケースとか何とかをですね、を知ることができたということが大きいわけですし、それからなんか違った世界があったわけで、本当に驚くようなことがたくさんあって、僕の資格っていうのを全部広げてくれたと思ってます。それから3番目がですね、近代教育組織研究会っていうのでですね、これは当時ですね、要は教育哲学の学会というのをですね、もう非常にオールドファッションに見えたもんで、それを変えていこうかっていう馬力のある人たちが集まった書いてありまして、僕は多分ですね、その中でも随分年寄りの方だったんじゃないかと今にして思えば思うんですけども、それ年寄りだと言ってもですね、40そこそこであったと思うんですけども、そのよりもっと下の方にですね、力のあるすごい人たちがたくさんいてくれてですね、で僕は随分ですね、間口を広げた仕事をしてもですね、それを許容してくれるぐらいの努力のある人たちがたくさん集まってて、でこれでですね、僕は多分教育哲学とか原理の方からですね、転げ落ちなくて済んだと思ってますね。これが支えになったと思ってます。でこういうのをですね、支えにして、愛媛大学時代をですね、過ごしたわけですけども、これは19年半ですね。それから京都大学にですね、赴任したのが、指定から今日まで、今日までが16年半であります。で赴任したところがですね、高等教育教授システム開発センターというので、でこれがですね、ここのところの6年半でこの楽友会館にですね、いたわけです。それから新センターになって10年間になった。で授業を合わせて16年半という年月になったということであります。でですね、研究的にはですね、僕は臨床的人間形成論というですね、のを作っていくという仕事をしようとしてきたわけですけれども、これとですね、実は
この建物、もっと言えばですね、この部屋がですね、非常に密接にですね、関連しているというので、まあ、それをですね、手がかりにして話を始めたいというふうに思っています。で、そこのですね、あの真ん中のところにある落葉会館、公演室を舞台とする2つのイベントっていうですね、のがありますけども、あ、しまった。そこを読んでみますと、落葉会館、公演室を舞台とする2つのイベント、初夏のある晩、落葉館の広間に高校と伝統が輝いて多くの人が集まった。この頃よくある定年教授の慰労会が催されるのらしい。でこれはですね、哲学をしている人は誰も知っていることだと思うんですけど、西田喜太郎のですね、ある教授の退職の辞という文です。でここでやったんですね。で初夏でありますからですね、なんかその記述の中にはですね、暑かったんだけど開けっぱなしでてカーテンが翻ってですね、非常に涼しかったとかですね、そういうことが書かれてあるここですね。それからご存じの京都学派の人たちはですね、海軍とのですね、秘密会合なんか持っていてですね、終戦までにですね、そういう会合もやってたんですけど、それは隣の隣の部屋のところでですね、やってたんですね。でそういう経緯があります。僕のですね、森下秋田先生という先生は、この京都学館のですね、流れを組みますので、その意味でですね、高校からのつながりというのは非常に強いということになります。それからもう一つはですね、まさにここを使ってですね、これは僕がやったところは、ね、汚かったんですけどもですね、随分こう綺麗になりましたけど、公開授業というのをですね、全国に先立ってやったんですね。で、それは本当にまさにここでありましてですね、こんな調子でですね、ビデオカメラで何箇所から撮られながらですね、でそこで学生が授業を受けて、僕はこのところグロールしながら授業してて、で周りをですね、全国から来たその大学の先生たちが取り囲んでですね、授業をやるということをやったのがまさにここであります。で、それがですね、まあその公開実験授業というのは多分僕らのですね、大学教育の研究のですね、一番最初の出発点になったというふうに思ってますので、その意味でもですね、やっぱここは大事でありまして、で、まあここを要は見るとですね、なんか連想的な人間形成論というのにですね、行く経路がですね、ある程度見えるという感じがするという気がします。これ落葉会館なんですけども、これ関東大震災のですね、直後の1925年にですね、建てられた。だから本当に直後ですね。で当時としてはですね、最新のなんか耐震設計をやったって書いてあるんですよ。どの程度それが信用できるものやら、それはよく知りませんね。でですね、ついでに一言、関東大震災についてですね、京都学館の連中が何を書いたのかっていうのを僕前一生懸命調べたんですね。でですね、調べたんですけどね、出てこないのね。で和辻の全集見ても出てこないし、田辺の全集見ても出てこない。で三木の全集見ても出てこない。久喜の全集見ても出てこない。かろうじて唯一ですね、関東大震災について触れてるのは、西田喜太郎がですね、あららぎっていう雑誌にですね、書いた短い文章がですね、ちらっと出るだけですね。なんで彼ら書いてないのか。事情は簡単でですね、関東大震災の頃ですね、彼らが全部日本にいなかったんですね。ドイツにいたんですね、ドイツとかフランスにいたんですね。でそれはですね、圧倒的なインフレでありましたからですね、向こうにいるって生活するのは楽だったってことがあるんですね。多分三木なんかですね、岩波書店からお金をもらってですね、2年以上にわたってドイツとフランスの方にですね、行ってますから、まあ、それだけですね、やりやすかったってことですよね。ついでに言いますけども、京都学派っていうのは、船便でですね、なんか京都盆地にですね、なんか洋書が出てくると3、4冊かぐらいですね、1ヶ月ぐらい遅れてですね、京都盆地に来るんですね、この新しいものが。だそれをですね、バババババって回覧してですね、みんなが読んでる。でそういう調子でですね、だからなんかこう、ものすごくアンテナが早かったんですね、ほぼですね、世界同時性みたいな形でですね、哲学を作ってたっていう感じがですね、します。で、まあ、そういうのが見えるってことですけど、ついでにですね、リスボン大地震ってご存知かと思いますけど、1755年にあります。でこの後はですね、実はほら、いろんなことがありましたね。まずボルテールが本を書いて、それに対してですね、ルソーが反撃のですね、文章を書きますね。ボルテールとルソーのですね、論議を引き起こしたのがリスボン大地震でありますし、思わずついでに今、カントが非常に冷静な地震論を書いているので、これがきっかけですよね。でそういう形でですね、思想上、多分死んだ人の数はですね、今度の東北地震震災と同じぐらいの数なんですけども、思想的な衝撃が大きかったんだけどね、それをちゃんと受けたわけですね、当時の人たちは。で、関東大震災については少なくとも京都学校が反応してない。で、今度の震災に対してですね、哲学者って反応してるのかどうなのかって、まあ、よく分かりませんけどもですね、まあ、どうなんだろうなと思ってます。それで、その退職の慰労会について、これ、西田が書いてたんですけども、これがあまりにも有名なですね、文で、
読みますと、私の生涯は極めて簡単なものであった。これあまり有名だから恥ずかしいぐらいですけど、私の生涯は極めて簡単なものであった。その前半は黒板を前にして座した。その後半は黒板を後ろにして立った。黒板に向かって一回転をなしたといえば、それで私の電気は尽きるのである。一回転したって、これあまりの夢でバカバカしいぐらいですけどですね、よくできてますね。